この街を行けば、お前との思い出が風のように頬を打つ。チャイナタウン空のポケットに夢ばかり詰め込んで生きていた二人さ、ポニーテールはもう聞いただろう。ベイビー泣きながら幸せなら若すぎた恋のあの香り、よみがえるほろ苦いジャスミンティあのこの曲はチャイナタウンですけど、自分いきなり違う話するんですけど、あのコリアンタウン出身で実家が新大久保なんですね。栃木と山口出身の両親が引っ越してきて住んだのが新大久保だったらしいんですよ。で生まれも育ちも自分新大久保なんですけど、で新大久保結構濃厚な街っていうか、あのエピソードに事欠かないのでいろいろあったんですけど、あの一個だけその僕の記憶は定かなんですけど、あの本当か怪しい話がありまして、記憶ははっきりしてるんですよ。あの本当にそういうふうに覚えてるんですけど、あの思い出すといやそれ嘘だろって思うんですけど、あの肩着じゃない人って、あの僕肩着なので肩着の人に優しいんですね。すごい優しいんですけど、でエレベーターとかで結構会うんですよ、あの住んでるエレベーターで。あのですごいにこやかに挨拶してくれるんですけど、あのこのすねのここにこうこういう風にあのなんつったですかね、ナイフがこの RPG とかで、まあなんだろうな、アクション映画とかでも出てきますけど、こういうとことかこういうすねとか肩とかにこうすぐ抜けるようにこうナイフつけるのあるじゃないですか。あれがこうここについてたんですよね。優しいんですけど、でもそれいくら自分の記憶が定かでもちょっと嘘だろって思うんですよね。さすがにこれなんだろうな、その後なんかやりに行くときしかつけないような気がするんで、っていうあのナイフの話でした。